ドラゴン橋、論橋は、ベトナム、ダナンのハンガーに架かる橋である。橋の建設は、ベトナムの首相、グエンタンズンなど多くの政府高官が出席した。着工式が行われた2009年7月19日に、始まった。論橋は、長さ666メートル、幅37.5メートルで、自動車用の6車線がある。橋は2012年の終わりまでに開通し、 費用は1兆5000億ドンを要する。橋の設計はアメリカに拠点を置くルイスバーガーグループが行った。メインスパンは2012年10月26日に完成した。橋はダナン解放38周年として2013年3月29日に開通した。この近代的な橋はダナン市の他の主要道路とダナン国際空港を最短で結ぶレーディンゾーン。 バックダン交差点から半川を横断する。市の東端にあるミケーケビーチやノンヌオックビーチへの直通ルートでもある。橋はアーチ部を胴体として竜の形にデザインされており、頭部は東岸を向いている。竜の頭部を模した部分には火炎放射器と放水口が仕込まれており、週末には竜が冷や水を白晶が行われる。ありがとうございます。